これまで中和について勉強してきて、中和っていうのは酸とアルカリの反応やと。で、こいつらを混ぜ合わせることによって、酸、アルカリ、それぞれがそれぞれの性質を打ち消し合う反応やったよな。じゃあ、酸とアルカリ混ぜ合わせて中和させると、何と何ができるのやったっけまず一つ目に、塩やな。で、もう一つに、水があね。例えば、酸として塩酸、HCl。 アルカリとして水酸化ナトリウム、NAOH、こいつらを中和させた場合、塩は何ができるんやろ。で、これっていうのは、実は塩酸と水酸化ナトリウムを電離式から考えることができんな。塩酸、これを電離すると水素イオンと塩化物イオンに分かれ。水酸化ナトリウムを電離するとナトリウムイオンと水酸化物イオンに分かれんねな。 水ができんねんけど、水っていうのは、H、この H プラスと OH マイナス、こっから水ができ。で、残ったものでくっつくから、誰が残っているかというと、塩化物イオンとナトリウムイオンが残っていて、こいつらが反応すると、塩として塩化ナトリウム、食塩っていうのができんねんな。この動画では別の中和反応。 こいつとこいつやねんけど、まずこれっていうのが硫酸です。で、この個体っていうのが水酸化バリウム。で、こいつを水に溶かすと水酸化バリウム水溶液っていう風になんねんけど、この動画では硫酸、そして水酸化バリウム水溶液の反応について見ていきましょう。まず最初に硫酸と水酸化バリウム水溶液が中和したらどういう風な塩ができるのかについて一緒に考えていきましょう。 まず、硫酸やねんけど、これ化学式で表すと h ₂ s o ₄ でした。これが電離すると何と何に分かれるんやったっけもうここに答え書いてねんけど、水素イオンが2つ、そして s o ₄ っていうのは s o ₄ 2マイナスっていう硫酸イオンに分かれるんねな。だから、硫酸 h ₂ s o ₄ が電離すると、陽イオンとして H プラス水素イオンが2つ、そして陰イオンとして 硫酸イイオン S O マナスっていうのができると、一方でアルカリである水酸化バリウムっていうのは化学式で書くと BAOH2 でしたこいつが電離するとバリウムイオンが陽イオン陰イ,イオンとしてこれ OH 閉じの2っていうのは OH が2つありますよってことやから陰イ,イオンとして OH マイナスが2個出てくるっていうふうになります じゃあ、ここからどういうふうな円ができるのかについて考えないけど、まず最初に分かりやすいように水から考えていきましょう。じゃあ、この中で誰と誰が組み合わさったら水ができるんだろう。それは H プラスと OH マナス、ここで水ができる。ただ H、H プラスも OH マナスもそれぞれ2個ずつあるから、ここで水は2つずつできるっていうふうになるな。だから、ここからだと、 この H プラスとこの OH マイナスがくっつきま,した,また別の H プラスと OH マイナスがくっつきましたここで水が2つできるっていうふうになるなここで H2O が2個できるとじゃあ残ったの誰ですかっていうとここで残っているのは BA2 プラスと SO42 マイナスっていうのが残っていると でちょうどこいつらっていうのは2プラス2マイナス電気の数がプラス2とマイナス2で合っているからそれぞれ1個ずつ反応しますそうすると何ができるかというとここでできるのが BaSO4 っていう円ができこれっていうのは硫酸バリウムっていう円になります そうしたら実際に硫酸と水酸化バリウム溶液を中和させたらどういう風な反応になるのかに見ていきましょうそしたら硫酸と水酸化バリウム溶液の中和についてこういう風な実験しました試験管の中に硫酸を入れとくに、ね、な硫酸っていうのは強い酸性を示すわけそこに少量ずつ水酸化バリウム溶液をちょっとずつちょっとずつちょっとずつ加えていったとそうしたらどういうことが起きたかというと 水酸化バリウムっていうのは BA-OH 性と。これを少量加えましたよ。アルカリ性と酸性の反応やから、ここでは中和が起きてるわけな。中和が起きたら塩ができましたよ。試験科の中を観察したら、実はそこの方に白い沈殿ができましたと。この沈殿こそがさっき一緒に考えた硫酸バリウムっていう塩やねんな。で、 水酸化バリウムっていうのは少量しか加えていないから、まだまだ酸性の状態と。です、そこにまたちょろっと水酸化バリウムっていうのを加えましたよと。まだ酸性のものに対してアルカリ性を加えましたから、さらに中和が起きてると。中和が起きたら塩ができませんねんけど、この白い沈殿が増えましたよ。あ、だからやっぱり中和が起きて硫酸バリウムが増えてねえなっていうのがわかんねんな。 ただまだ少量しか加えてないからまだまだ酸性やねん。さらにそこに水酸化バリウム水液を加えましたよ。まだ酸性のものにアルカリ性を加えたからここでも中和が起きていると。中和が起きたら塩ができると。だから白い沈殿がさらに増えてるっていう風にたねな。ここまで行くとやっと中性になりました。で、この状態からさらに 水酸化バリウムを加えましたよ。ただ、ここでは中性とアルカリ性の反応やから、ここでは中和ではないよな。中和ではないから、塩っていうのはできへんね。だから、この白い沈殿である塩の硫酸バリウムっていうのは増えないっていうふうになるな。ここでは中和が起きていないから、沈殿の量はそのままですよ。 ここでは単純にこのアルカリ性の水酸化バリウム素液を加えただけやから中性からアルカリ性に変わっただけっていう反応が起きてねな。このように硫酸と水酸化バリウム素液を反応させると塩である硫酸バリウムっていうのが白い沈殿として生じるっていうふうになり、硫酸バリウムは具体的にこういうふうな白い個体をしています。 最後に、硫酸と水酸化バリウム水液の中和についてまとめておきましょう。硫酸と水酸化バリウムを反応をさせると、何と水ができるんやったっけ塩として、硫酸バリウムができるな。じゃあ、こいつらの化学反応式を考えていきましょう。まず、硫酸っていうのが H2SO4 でした。で、水酸化バリウムっていうのが BA。で、OH が2つくっついてますよって意味を表す、カッコ OH カッコにいいな。 で、これが反応すると、何と、どういう風になるのか。まず、硫酸っていうのは水素イオン2つで、硫酸イオン SO42 マイナスに電離すると。水酸化バリウムっていうのはバリウムイオンと水酸化物イオン2つに電離するんな。で、さっきもやってんけど、水っていうのは H 2つと OH マナス。 2つがそれぞれ反応してできるから 2H2O っていうふうになりで残り物が反応するから s o 4 2と BA2 プラスが反応して硫酸バリウムは BASO4 っていうふうになりこれが化学反応式になるねなで硫酸バリウムは性質の1つとして水に溶けにくいっていうことがあるから 硫酸と水酸化バリウム反応させた時には白い沈殿として生じるな。実際にはこういうふうな白い個体をしています。また硫酸バリウム、どこで使われているかというと E なんかのレントゲンを取る時の造影剤なんかにも使われてるな。でも実際水に溶けにくいっていう性質があるからレントゲンを取った後は大量の水を飲みまた下剤と一緒に飲み 強制的に体の外に出さないと便秘なんかの副作用が出ちゃったりします。